は、さくら先生です。今日は寝室前転を紹介します。はい、ではやってみましょう。寝室前転のポイントは、速い前転をすることです。膝を伸ばしてマットを強く押し、立ち上がりましょう。今回は寝室前転を紹介しました。次回も楽しみにしてください。さよなら。